綾ヤ歩道橋付近西花園から見た、愛子バイパスと、愛子盆地。愛子バイパスは、宮城県仙台市青葉区の愛子盆地を東西に通る、桜波街道のバイパスとして建設された道路。仙台市総合道路整備計画において、同市の骨格幹線道路網となる、三環状十二放射状線の一部をなす、都市計画道路の放射状道路でもある。 西花園の付近の愛子バイパス国道48号、仙台西道路と接続する折立インターチェンジから、県道仙台村田線及び東北自動車道の上空を、小道橋でまたぎ、万山丘陵北陸を通って愛子盆地に入り、桜見街道の南側を並行して通って、国道457号と定置路で合流し、 愛子湖古戦で JR 仙山線をまたいで、作並街道と接続する全長 5.9km の道路。国道48号に指定されている。東道及び仙台西道路の開通により、仙台市都心部と愛子盆地との間のアクセスが向上したこともあり、愛子盆地の人口増加に寄与している。また、作並温泉や秋保温泉などのさらに西部に位置する。 地区とのアクセスも向上し、観光面での寄与も大きい。2003年に会員した宮城県立子ども病院への緊急搬送にも役立っている。道路管理者は、国土交通省東北地方整備局仙台河川、国道事務所仙台西国道維持出張所。2005年度平日24時間交通量を打工する。 広瀬川沿いを通る片側1車線の国道48号がしばしば渋滞を起こしていたため、仙台宮城 IC と仙台市都心部とを結ぶ仙台西道路が国道48号のバイパスとして1983年に開通した。その仙台西道路に接続し、宮城宮城町の中心部である愛子地区をバイパスする道路として、東道は1981年に事業を開始した。 1987年に宮城町が仙台市に編入合併されたため前線が仙台市内となり、1993年に全通した。片側2車線化は順次行われた。当初、都市計画道路元寺工事愛子線の一部として、建設省の直轄事業により建設されたが、現在は都市計画道路愛子幹線となっている。 アイコバイパスと並走する区間の国道48号は、国道457号、市、道下愛子コ原落合線、1、及び、主道折り立一1号線、2に再指定されており、アイコバイパスが事実上、国道48号の本線となっている。以前は、仙台市立上愛子小学校付近までの延伸と構想されたが、地形の関係上困難であることが判明したため、 当初の考えより、伊東側の陸前白沢駅付近までの延伸へと構想が変更された。ありがとうございます。